パゴパゴはアメリカ領サモアの首都である。人口は3656人。アメリカ領サモア最大の島であるトゥトゥイラ島に位置する。パゴパゴは綴りの通りの発音であり、実際の発音はパンゴパンゴである。パゴパゴのパゴは現地語で暗いを意味する。2回繰り返されているが意味は変わらず、パゴパゴは同様に暗いを意味する。パゴパゴは オセアニア地域において重要な港である。しかし、パゴパゴ港の海産物は重金属などの汚染物質により食べるのには注意が必要である。町にはツナ缶の工場が存在する。欠片の気候区分では熱帯雨林気候に属する。モームの代表的短編小説である、雨の舞台である。また、影山民夫の遠い海から来た CEOO は、 パゴパゴ島を舞台とするが、パゴパゴ島はフィジーの島という設定であり、パゴパゴがある島はトゥトゥイラ島であるため、アメリカ領サモアのパゴパゴとは無関係。なお、同作の中でパゴパゴはパパイヤを意味するとされている。シティポピュレーションで、アメリカンサモアハットハリス、アンジーエステルタッツル、ジオロジー・オブ・ナショナル・パークス。 ケンドールハントページ6049兆7807億8729万9705世界地図から地名の起源を読む方法ナウテータノアオンラインウェザーデータナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2012年11月22日閲覧ありがとうございます